はいどうも、タクタクです。サンドマン実況プレイやっていきます。前回ね、ユニコーンにやって、ピンク色の宝石を、サンドマンのとこから盗んでこい、取ってこいと、そういうこと言われたんですが、ここかな？鍵がかかっているか。宝石なんかありそうなとこなんかあったっけ？あったか？なんかイベントをこなしていかないとダメなのかな？ちょっと待ってね。もう一回だけちょっとさ、外に出てみて、ユニコーンにもう一回話聞きたい。間違いないで、ピンク色の宝石だからね。もし違うの持ってきたりしたら、うふふふふふ。うふふふふふ。気持ち悪いね。昔のドラえもんのつもりだったんだけど、わかんないかな。わかんないよね。魔法の鏡。この辺、宝石なんかあるとこあった？わかった。これじゃない？これのことじゃない？違うかな？あれ？違うか？これも宝石なんじゃないの？これで、例えば、棒で。ほら、棒で。違うか。違う。ここも行きたいよね、上にね。ここ。これどうやって行くんだろうね。これで思い切って割るとか。お！ここのガラスの壁、棒使って、おお、来た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 ！破れるかな？でも人んちだし、壊したら悪いかな？人じゃないか。妖精？でもお家には変わらないし。もういい！もういい！マジか。えい！お、来たー！来たー。やったね。行くぜ。お、来たー！ピンク色の、こんなとこにあったのか。目がびっしり書き込まれてる。目を置いてある。お、大丈夫かこれ。おー、開いた。なにこれ。床に穴が開いてある。よくわからない機械が置いてある。コードが伸びており、その先にカップのようなものがある。あ、これで、ん？これで世界。メモが貼ってあるが何が書いてるのか読めない。少し剥がれてかかっている。これ剥がそう。剥がして、これは？水か。うわ、嫌な予感しかしない。ちょっとセーブして。ピンク色って言ったな。これか？あ、これだ。これ持っていこうか、じゃあ。でも嫌な予感しかしないよ。他の宝石に比べてあんまり綺麗じゃないな、この宝石。キラキラしてないや。はんはん。これで行けばいいのかい？魔法の鏡。エントランス。あ。まあいいか。とりあえず行こう。これでユニコーンに渡すと。へい、持ってきたぜ。ほら、ユニコーン。ピンク色の宝石持ってきたわ。わあ、ありがとう！やった！これでやっと素敵な宝石が見れ。どうした？違う。何が？え？これじゃない！こんなの違う！は？畜生、このアバズレが、僕を騙そうとしたな。違う！私騙そうなんて。ええー。嘘。これがピンクじゃないの？持っていかない。どういうことだ？まあいい。とりあえず。メモを読んでもらおう。これでただピンクの宝石を持って行ってもダメだっていうことが分かった。そか、もしかしたらもうユニコーンは何もしてくれないとか。そもそも。そういうこともある。とりあえずデイビッド・モドキに、話を聞いてみよう。話っていうかまあ。うわ、ここ操作しにくいわ。メモの意味を。
解読してもらうな。よし、よかった。ちょっと読んでくれデイビッド。メモ、張り紙にか。はい。ねえ、子守唄、この紙に何て書いてあるかわかる？あ、これ宝石採集部屋に貼ってある紙だね。書いてあるのは、吸い取りマシーンの使い方かな。対象者の頭に吸い取りカップを装置し、ボタンを押すだって。あ？あ？は？意味がわからん。この張り紙、ちょっと読み直してみようか。ん？あ、消しておくことか。あれ？じゃあちょっと。いきますか、もう一回。対象者の頭にって言ったよね。俺、これは、この子の頭に、ソフィーの頭に、やるしかないよね。ちょっと待てよ。これを？これが、張り紙にあった吸い取りマシンかな。何を吸い取るんだろう。吸い取られてみませんか。あれ吸い取らせてくれないの。わかんねえなー。このメモに何て書いてあるのかな。ピンク、これは一応持っていけるみたいだから持っていこうか。持っていってなんかすることあったっけ？くすんでいる。あ！くすんでいる。磨くとかそういうことじゃない？多分。違うかな？これを磨いて、渡すとか。なんかあった？そういうの。あ。水洗うとかか。これを。なんかこの宝石くすんで汚い。きたー！おぉ、今日は冴えてるぜ。水洗ったら綺麗になる。あれ？ピンク色が落ちちゃった。これ透明の宝石。これ偽物だったってこと？これじゃダメだよ。こんなの持ってたらユニコーンに刺されちゃう。ユニコーン、これを見破ったのか。ということは。逆に透明なやつが青色か。あれ？とは言うものの宝石はこの後取れないし、吸い取りマシーンってひょっとして向こうにあった宝石を吸い取る機械ってこと？だったら私でも宝石作れるかな。宝石を吸い取る。どういうことだ。宝石を吸い取る。ああ、自分の頭につけてね。これでボタンを押す。おお、できた！おお！綺麗なピンク色の宝石が落ちている。来た。やっぱそういう意味だった。ただこの、ソフィアから吸い取ったこの宝石は一体何なのかっていう話ですよ。ソフィーの中の何かを失ったんじゃないの？これは。これがさ、悩みとか不安とかストレスってんならいいけど、なんか大切なその心だったりとかそういうのだったらさ、どうなんですかっていう。もう不安しかないよね。まあいいや。ちょっとまあエントランスに行きますか、じゃあ。これでユニコーンのとこに行って。ピンク色の、持ってきたよと。ほら、ユニコーンピンク色の宝石持ってきたわ。わあ、ありがとう。やった、これで素敵な宝石やっと見れ。あれれ？ひょっとして、この宝石ソフィーの？うん、私が作ったの。それじゃダメ？うん、全然いいよ。でも、
ちょっと悪いことしちゃったかな。なまら小声。え？うん、なんでもない。ありがとうね、ソフィー。僕ずっとこれが見たかったんだ。じゃあこれあげる。お、なんか落ちた。何この変な色の石。それはね、ふにゃふにゃ石っていう特別な力を持つ石なんだ。触ると、ふにゃふにゃーって力が抜けちゃうの、すごいでしょ？これの、どこがいいものなの？これでどうやってサンドマンを止めるのよ。第一、触ったら力が抜けちゃうなら、私も持てないじゃん。そんならドワーフに頼んでみなよ。彼ならきっと、君でも使えるように格好してくれるから。ドワーフ？ドワーフってものづくりが得意な妖精の？うん、よく知ってるね。彼はサンドマンの家を出て、西の洞窟に住んでるんだ。サンドマンより、皮は頭が柔らかいし、きっとやってくれるよ。わかった、頼んでみるわ。じゃあこの石は、皮袋に入れてあげるからね。幸運を祈ってるよ、ソフィー。あ、だから持ってたのか。ねえ、ユニコーン、その宝石、ずっとあなたが持っておくの？え？いや、僕は見たかっただけだから、もういいけど。君が必要なら返すよ。いる？返してもらおうか。うわ、これ！悪いことしちゃったな。返してもらおうか。それじゃあ返してもらうわ。私が作った宝石だしね。はい、どうぞ。絶対に落としてはたりしないようにね。大切にね。おい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 。なんかすごい分岐点なような気がするな。ここにセーブして。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。一回、14番にセーブした。で、13番。これで、エントランスに行って、二つセーブを分けておくっていうのはね、必須だと思うんですよね。これをユニコーンに渡すんだけど、もう一方のセーブの方は、こうしましょうか。返してもらわないっていう手でやりましょう。これで、別れた時に、なんだろう。ここであげちゃおうを選択すると。いらない。宝石とかよくわからないし、あなたにあげるわ。ほんと？くれるならもう返してあげないけどいいの？うん。欲しい人が持ってた方がきっといいわ。私はまだ宝石とか興味ないの。やった！ありがとう、ソフィー！これで、こっちに記録をしていくと。14、15はちょっと、上書きしないように気をつけないと。行くぞ。ドワーフのところへ。あ、ちょっと待って。このまま進めないで、こっちで。返してもらった方でやろう。返してもらった方でやろう。ここだね。ここのことだね。ここにドワーフが住んでるのかな？真っ暗何も見えないけど。誰かそこにおるんか？むしろあっちから声かけてくれた。私、ソフィーです。あなたはドワーフ？おう、なんじゃ？ソフィーじゃったか。よく来たのを、そんなとこで突っ立らんと入ってきなさい。なんでわかったんだ、私だって。おう、暗くてよく見えんか。そんならソフィー、一つ頼まれてくれんかい。何？近くの原っぱに光の妖精がたくさんおるじゃろ。そいつらできるだけ捕まえて、カゴに入れて持ってきてくれんか。カゴはその辺にあるから、の、頼んだぞい。わかった。え？カゴ？これのことか。あ、トリガーのようなのも置いてある。はい、カゴを手に入れた。妖精なんかいたっけ？お、あ、これか。なに？え？キャーキャー言うてるよ、キャーキャー。キャーキャー言うてる。捕まるから。イェイイェイイェイ。イェイイェイ。トゥーフェアリーズ。あとワンフェアリーズ。ヘイ。You got all フェアリーズ。すべてのフェアリーズを捕まえたかな。こっちにしておこう。これで大丈夫でしょう。ドワーフ、光の妖精たくさん捕まえてきたわ。ドワーフ？いるの？もう、びっくりした。鼻でけえ、歯でけえ、眉毛太い。キャー！おお、脅かせちまったかい。すまんな、とんだ不細工なもんで。
さあさあ、中に入って、おかんなさい。たくさん歩いて疲れたろ。おお、すごい。剣、斧、ナイフっぽいのもあるし。こりゃふにゃふにゃ石じゃな。ユニコーンめ、こんな貴重な石をどこで手に入れたんじゃ。それ私でも使えるように加工できる？なに、お安いご用だ。今から作るからの、そこに座って、ちと待ってておくれ。なんなら、昼寝しとってもええぞ。おっと、お前さんは眠れんのちゃったな。そんなら座って待っといてくれ。待っとってくれ。うん。なかなか、優しいな。なあ、ソフィー。お前さん人間の世界じゃ、世界じゃなんだか楽しくなさそうじゃの。どうしてわかるの？そりゃわかるさ。妖精は人間のことだったらなんだって知ってるもの。楽しくないよ。嫌なことばかりで、思い通りになることなんて一つもない。学校のことも、友達のことも、パパのことも。それから、好きな人のことだって。デイビッドのことか？